ルイ3世は中世西欧のローマ皇帝、並びに、プロヴァンス王、イタリア王、ボゾン家出身、失明させられたことから、盲目王と言われる。プロヴァンス王ボソと皇帝兼イタリア王ロドビコ2世の娘、エルマンガルドとの間の長男で、七母祖が887年に死去した後、母エルマンガルドは皇帝カール3世に飛行を頼み、カール3世の貢献のもとルイは、 プロバンス王位を継承した。ロドビコ二世の孫にあたることから、イタリア王位を要求、900年に、イタリア王ベレンガーリオ一世の対立王となる。さらに皇帝アルヌルフの後皇帝位をも要求し、901年に教皇ベネディクトス四世により、ローマで皇帝として退官されたが、905年に、ベレンガーリオ一世に捕らえられ、眼球を摘出され失明させられた。 ルイは、プロヴァンスに戻り、プロヴァンス王を名乗り続けたが、実験は、またいとこで義兄のアルルハクユーグが握った。900年頃、東ローマ皇帝レオーン六世の娘とされるアンナと結婚。アンナの死後、ブルグントーレドルフ一世の娘アーデルハイトと結婚した。息子が一人いる。ベレンガーリオ一世の二度目の日アンナは、ルイ三世とアンナとの間の娘とも言われている。 ありがとうございます。